あえちゃんです。ということで今回はね、めちゃめちゃすごいメダルを作りましたということで、このついに完成したメダルを紹介したいなと思います。それがこちら、スキル2短縮パーティーとなりますね。まあ、ロウくんがね、まあ、敵を KO したスキル2のクールタイムが 8% 短縮と、まあ、ルフィくんのね、敵を KO したスキル2のクールタイム 8% 短縮っていうことで、もう一つが、まあ、敵チームのお宝エリアにいるときスキル2のクールタイムが短縮速度 13% 増加するってことで、まあ、倒すたんびに、まあ、スキル2が無限大に打てるよっていうことで、もうめちゃめちゃ強くないですか。もうスキルに打ちたい方にはね、めちゃめちゃ素晴らしいパーティーとなっておりますということで、まあ、例えば鬼狼のね、あのルーム内だったり、まあ、こういった赤犬のね、あの流星火山とかもこうやってね、もう無双ができるパーティーになっておりますので、まあ、今回はこの最強メダルがついに完成したんで暴れていきたいなと思います。ではやっていきたいなと思いますということで、皆さん、このスキル2の特化マシンね、まあ、ゴークとミアレっていうことで、あ、おらおら、俺に任せてくれと、ちょっと日本語が喋れなくなってしまったという事件、っていうことで、やろうぜっていうことで、誰だあれは。まあまあまあ、ルフィくんね、今回避したところ、で、このまま回避したところ、俺は欠かさず、無敵。はい。で、多分終わったね。OK、素晴らしい。もうここでね、旗取っちゃいましょう。もう私はここで陣取ります。オッケー、取れた。ナゴミンか。ちょっとね、ナゴミンはね、きついっちゃきついね。まあ今そうなるよね。まあ一旦あれは味方に取らしちゃいましょう。もう、捨てたっていいんです。捨てることも大事なんでね、捨てちゃいましょう。でもスキル2はあっという間に打てちゃうよと。でここでね、スキル2挟んどいて、でもすぐね、打てるようにね、もう警戒しながら戦っていきましょう。で、ここでドン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 。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。もう見て、スキル2。早くないですか？まあまあまあ、これちょっと早く倒しておきたいな。痛い痛い痛い。まあこっちはもうスキル2打てるんでね。はい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 。で、後ろから犬神ぐらい当てておきたいな。ドーン！まあ当たらないか。まあドーンとか言って当たらないっていうのは分かってる。でも回避したところここで、危ねえ！まあスキルと合わせていく。いやー危ない危ない。まあまあ、俺も早くね、スキル溜まるように、ちょっと警戒しておきましょう。ちょっとどこ行った？痛い痛い痛い。オッケー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 。まあ、これができとけばね。まあ、スキルにあっという間に打ってちゃうんで、ちょっと、こっちもブースト来ないときついっちゃきついっすね。まあまあまあ。いやー、ちょっと、怖いな。これ今近づいたら一瞬で、スキル1でね、もう、ブラブラって一瞬でやられちゃうんで、あっぷな。まあ、これですよ。オッケー！まあまあダウンさせといて、まあ、スキル2も打てちゃうんでね。まあまあ見た。これもう、さっきと同じようにもあっという間に打てるんですよ。やばいでしょ、これ。はい、それは外れていく。あ、それずるくね？解除されてるやん、また。まあ、全然いいんだけどさ、解除されても、無敵の意味がちょっとね、なくなっちゃったねって感じですね。まあ、これ倒させて、うおー、びっくりー、めちゃびっくりー。もうここで、あ、あかん。回避したい。あー、失敗だな。まあ、ちょっと失敗しちゃったっすけど、まあ、オッケー、倒していく。で、ここは、味方のフォローして、でも、下がやばいな。まあ、下が結構やばいんで、ちょっと下の援護に行きたいっていう感じじゃ、下の援護かな。で、回避したところちょっと、お、びっくりした。まあ、一旦ここでスキル？オッケー！挟んでいく。まあまあまあ、ここで、オッケーオッケーオッケー。よし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 。まあまあ、赤犬無双はできてるんで、もう最高だねって感じで、スキルもガンガン打ててるんですね、さっきからね。もうよくないこれ。オッケー！これで、また KO していく。で、どん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 、まあ、また夢の虹色やってくれてるんで、まあまあ、ここはもう味方に任せちゃって、オッケー！ほら、見て、もうスキルに打てる。やばくないこれ。まあまあ、これで、完封！ありがとう！スキルに最強だな！では、2戦目っていうことでやっていきたいなと思います。ってことで頑張りましょう。まあね、さっきもね、見せてもらった通りわかると思うんですけれども、まあ、ガンガンスキルを打っていって、まあ、倒していくっていうことで、まあ、倒さないと本当に話にならないんで、まずは倒すことから目標を立ててやっていきましょう。まあ、そこがまず大事ですね。まあ、ここは俺が、よっしゃー、気持ちいいやつ。で、ここで一旦スキル挟んでおきましょう。いや、怖い怖い怖い。オッケー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 。まあ、もうここで倒せたんでね、もうでかいでしょう。はい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 。オッケーオッケー。いやー強いねそれ。まあまあここで俺が倒させてくれるわ。オッケーオッケー。
でかいでかいでかい。で、ここで多分犬神ぐらいで当ててたらもうスキル。オーケー、でかい。まあもうスキルはもうあっという間に溜まりますからね。あ、今溜まっている。まあもう見た？うわ、足からどっこい二人もいるのはちょっとウケるね。まあここはちょっとカウンター気をつけないと戦いましょう。多分カウントする来そうね。勘がするね。まあちょっと来るか？いやー来たね。いやー間違えたけど、まあいいや。はい。まあまあ全然カウンターは仕方ないんで、まあ、まあ、ここは一旦倒すこと、いい、オッケー？はい、オッケー。KO していく。まあ、KO すれば俺の勝ち。いや、やるね。ちょっと。もうね、あっという間にスキルもこっち打てそうですね。多分カウンターする来ると思うんで、一旦警戒しときましょう。オッケー？オッケー。まあ、一旦ここで回避してくると思うんで、オッケー？素晴らしい。で、ブーストなんで一旦逃げながら戦っていきましょう。まあ、ブーストの間に2旗だけキープしてれば絶対いいと思うんで、まあ、奥のやつあれ倒していきたいな。まあまあまあ、オッケーオッケーで。あれ倒したいな。あ、いや、ごめんね。ちょっと、ここのフォローに入れるのもいいっちゃいいけどさ。まあ、ちょっとドフィー君取られてるね。あぶね。気づかないよね、それ。気づかない。はい、それは当たらない。まあまあ、全然。ここで一旦スキル。オッケー。よしよしよし。オッケー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 。はい。はい。オッケー、素晴らしいぞ。めちゃめちゃ素晴らしい。まあ、ここでブーストかかってる間に、オッケー。もう全然余裕。まあ、ここは一旦旗守る動きでやっていきましょう。まあまあまあ、見て、もうスキル2があっという間に打てちゃいますから。え、マジでやばいでしょ、これ。もう、今回避したところを欠かさず多分。はい。あ、ちょっとね、やばいね。よし。あ、ごめん、カウンターちょっと引かしちゃったね。ちょっとごめんね、カウンター。後ろの援護も入れつつ、ここで回避したところ、おっしゃー、オーケー、素晴らしい。よし、ちょっとあかん、ちょっと足からどっこい、足からどっこい。オーケー、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 素晴らしい。ちょっとロー君裏取られてる？ちょっとロー君、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 やばいから取っちゃダメだから、それ取っちゃダメだから、取られたー。まあまあ全然いいんですけどね。はい、ありがとうございます。っていう感じで、まあスキル2の特化どうですか？まあ、本当に、まあ、さっきも言った通り、倒すたんびに、スキル2が溜まっていくので、まあ、皆さんもぜひね、スキル2の特化を試してほしいなと思います。まあ、ね、簡単に今は作れると思うんで、本当はね、教えたくないんだけども、みんなが強くなるんだったら、ぜひ強くなってください。で、まあ、今ね、メダル作るのも結構大変だと思うんですけども、まあ、3000万と、まあ、このね、カウンターショックって簡単に集められると思うので、今だったら簡単に作れると思うんでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。またな。